黒いドレスを着る。ああ黒いドレスになったね。大丈夫かな？黒いドレスは黒いドレスでなんかさ、この人形にさ、襲われそうじゃない？怖いな。うわ、こうして見るとなんか恐ろいやな。怖いな。誰かが襲ってきてもおかしくないんだよな。で、ベヒモスがこれでさ、反応を示さなくなるんだね。ほんとだ。あ、おー、確かに移動がゆっくりになる。こいつの車線上に入らなければいいもんね、言っちゃえば。なんかあんのかな。あ、応接間の鍵を拾った。やった、それだけ。ここはベヒモスの部屋っていうだけで、ベヒモスが買われてるってことだよね。はい、応接間の鍵拾いました。じゃあ失礼します。おーそれだけなんだ。なんか人形が追ってくるとかそういうことはないんだ。ちょっと追ってくるんじゃないかという、ちょっと不安がってたんだけど。着替える。まあもういいでしょう。何？黒いドレスは消えてしまった。消えちゃった。じゃあ、応接間に行くわけだね。あれ？育ってる。もしかして成長した？これは？成長して、あ！上に登れるかも。あ、上に登れんのか。ああ、なにこのクリスタル。このままじゃ通れないわ。いやいや、クリスタルについて触れてあげてよ。明かりがないとさ、あそこの先には進めない。あ？綺麗な花。何の花かな？あ、ここでイベントあったか。あ、うわぁ、綺麗な花だなぁ。こういうの見たら、喜ぶんだろうな。うん。早く薬を見つけなきゃ。薬？あの子、やっぱり無事だったんだ。よかったー。薬を探してんのかな？まだこの近くにいるはず。探さなきゃ。あ、で、あそこは開くのか。なるほどね。よかったよかった。じゃあ、行こうか。応接前ここか。え？誰かいるよ。あ！よくここまで来れたね。驚いたよ。もしかしてフェルト？ああ、アーナルドから聞いたんだね。そうだよ。僕がフェルト。ちょっと作画が違う。それで、何か用？どうしよう。本当あの子のこと聞きたいけど。やはりこの人は近づかない方が。あ、もしかして。はや、瞬間移動！君が村で見かけた子供を探してんのかな？どうしてそれを？僕の魔術師だからね。今君の考えてることくらい簡単にわかるよ。ただ、君の探してる子がそのままの姿をしてるとは限らないけどね。あの子に何かしたの？それは難しい質問だな。したといえばしたし、してないといえばしてない。ふざけないで。なんでそんなにムキになってんの？君とあの子、どういうつながり？それは、ま、そんなことどうだっていいんだけどね。どうせ君の運命は変わらない。運命？そう。君はここから出ることはできない。そんな、あれ？アラルドから聞いてないの？僕がこの館の主だって。それは聞きました。だったら話は簡単じゃない。あ！君の運命。案外僕は握ってんのかもね。それじゃあまたそのうち。ちょっと！いっぱいおるよ。四面楚歌ならぬ八方楚歌。なんとか逃げ切らなくちゃ。うわあうわ、うわ、うわ、お、行くぜ！危ねえなんか落ちたよ。よかった、ここまでは来れないみたい。あ、卵が落ちた。よかった、割れてはないみたい。
というか、アラーンさんはどうして卵なんか私にくれたんだろう。え？あ、卵が。竜キュー竜だなんか生まれたキューおーひ落ち着け、俺だ。いや、なんで私の、いつも私の後ろにいるんですか。なんか生まれたんですけど。あ、あれって襲ってきたりするんじゃないですか。竜ですよね。それはないから安心しろ。むしろお前に懐いてるみたいだぞ。そうなんですか？ああ。まだ、子供だが、あいつも竜だ。お前に役に立つと思う。連れて行っていただくれ。それはいいんですけど、俺はフェルトに用がある。一緒には行けない。フェルトはさっきまでそこの応接間にいましたけど。フェルトに会ったのか？近づくなって言っただろう。いや、たまたまですよ。でもすぐにいなくなっちゃいました。そうか。ま、何もなかったからない。とにかく、早いとこお前は探してる奴を見つけ出してここを出るんだ。いいな。はい。でもアラルドさんは？俺はいいから、早く行け。うん。キュー！一緒に来てくれる？それじゃあ一緒に行こう。リュウが仲間になりました。ごそごそとミヤのポケットの中に入った。仲間になってよー仲間になってなかったか。あ、でも待って、リュウがいない。いやー、欲しかったなー。ちょっと欲しかったかも。何？炎があるけど。炎。ろうそくか何かあれば、もしかした火を移せるかも。ろうそくかー。どこにあるかなー。そんなもの。壁のひび。これをハンマーで砕くとか、ないか。あ！上に何かあるみたいだけど、私は届かないみたい。これかー！わーお！ここかー！竜が通ってきてくれるんだ。これかー！このオブジェクトかー！ありがとう、助かったよ。キャンドルスタンド！あー、ようやくわかった。かかったねー。いやー、見落としてたわー、完全に。で、そうだ、これを使えばでキャンドルスタンドに火を灯して、で、これで暗かった部屋に入れるね。で、ここの暗い部屋に入れるようになれるね。よし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 。ろうそくの明かりだけじゃとっても前に進めないわ。え？ろうそくの明かりだけじゃ進めない。まさかの。じゃあ、この火をどっかに使うんだろうけどさ、ろうそくの明かりじゃ進めないか。あ、やっぱり、ここに火移せるんだ。火を移すとどうなるんだ？あ、炎！消えた？東の方に行った。あー、これで、東が明るくなるのか。今の火何？じゃあ、そっち行くか。あ！炎！ここにいたのね。あかり。もしかしてこの先に連れてってくれるの？なるほどね。炎が、炎が一緒についていくなんて斬新。いや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 。なんなのこれ。ね。ダメ。こんなこと気づかないで通るなんて無理だわ。あ！え？もしかして私透けてる？魔法をかけたんだ。これなら気づかないで進むかもしんない。自分から当たらなければいいってことね。自分から当たらなければいいってことや。要は。自分から当たらなければいいってことになるね。ちょっとどいてください。よし。オッケー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 。よかった。
なんとか無事に切り抜けられたみたいね。この竜がさ、そんな魔法を使えるんだ。あなたの術が使えたのね。ね、魔術師の卵ってまさにこのことだね。どうしたの？大丈夫？頑張って術使ってくれたんだ。ごめんね。ポケットの中ゆっくり休んでてね。炎もありがとうね。あなたいい日なのね。パワーワードじゃない？それは。いい日なのねって。私探してる人がいるからもう行かなきゃ。ついてきてくれてありがとう。私を灯してくれてありがとう。何？曲が変わった。ウサギだ。何これ、幻想的なところに来たな。じゃあ3つのクリスタルがある場所、我真実を打つ水晶なり。嘘つけ。こうやって言うやつはね、だいたい信用できへん。ああ。その他心に迷いあり、不安あり、恐怖あり、されど、憎悪は悪意なし。その他の真実、各部屋に散らしたり、我、悪意なき者に罰与えぬ。生きたまえ、生きたまえ。その他の知らない真実、我、与えたり。そなたの行く先、幸多からんことを。え？何も映ってない。秘別の扉。え？三つの扉に行くってことだよね。じゃあ行くか。ああ、綺麗。全部歩けるね。キラキラは何もあったりしない。あ、緑の水晶。我。そなたの秘別を映したり。ん？お母さん遅いなぁ。あ、秘別って。あ、お母さんじゃないんだよ。お帰りなさいお母さん。あー、お母さんだったらよかったわ。アリシア、ただいまミア。 お母さん大丈夫？すごい汗だよ。心配かけてごめんね、ミア。ちょっとお母さん、疲れちゃった。お母さん、私の病気が治ってからよく出かけるよね。もしかして私のせいでお母さん疲れてるの？そんなわけないでしょ？むしろミアの顔が見れなかったらお母さんもっと疲れちゃうわ。本当に？本当に大丈夫？ええ、平気よ。だから安心して。うん。今頃、どうしてるかな？もう戦争も終わったんだもの。町に帰りたくなってもしょうがないわ。私も、お別れの挨拶したかったな。しょうがないわ。ミエも、病気が治ったばっかりだったんだから。また、会えるわよ。うん。そういえばさっき、バレン君が探してたわ。会いに行ってあげなさい。バレンが？あ、もしかしてこの前の絵本のことかな。それじゃあちょっと行ってくるね。ええ。遅くならないうちに帰ってくるのよ。はーい。アリシア、ほんと体が弱いのって不便よね。でも諦めるわけにはいかないの。あの子は私の大切な子供だもの。もしかしたらすぐ、もうすぐ会えるかもしれないわね。あなた体弱い。あ！それから数日後、私の母は亡くなった。私を残して。体弱かったんだ。そなたの秘別の記憶、確かに映したり。ああ、壊れた。あ、で、もう行けなくなるんだ。じゃあもう一、あと二つの記憶だね。運命の扉。運命、僕が好きな言葉です。でででで、っていうやつですね。運命か。ででで、で紫だけど。紫になってる。我、そなたの運命映したり。運命。これはアリシアなんだ。まったく見合ったら、今日はどこまで遊びに行っちゃったのかしら。まあ、バレン君が一緒だから心配はいらないだろうけど。あ、
顔が見えない人。顔の見えない少年。ん？ん？大丈夫？しっかりして。ひどい怪我。早く家に連れて行かなきゃ。あー、ベッドに寝かしてたんだ。あ、だから、もともと出会ってたんだ。あれ？ここは？君誰？あ、お母さんお母さん。この子目を覚ましたよ。本当？あ、本当によかった。どこか痛むところはない？あなたが、俺を。私のお母さん、ヒーラーなんだよ。え？そうなんだ。お母さんがヒーラーだったんだ。ヒーラー。あなたも、魔術師なんですか？まあ、たしなむ程度の魔術なら使えるけどね。それは、嘘ですね。あら、それはどういうことかな？あなたの魔力、とても強い。あらあら、バレちゃったのね。どういうことなの？ミア、悪いけどバレン君の家に行って薬草をもらってきてくれない？少し数が足りないのかもしれないの。うん、任せて。あなたはおとなしく寝てなくちゃダメだよ。うん。あなたは優しい子ね。ミアに言わないでくれるなんて。魔力の強い人、あっ！みんな戦争に駆り出されてます。そうね。本当なら、私も行かなくてはならなかった。でも体が弱いんでしょ？でも私が戦争に行けばあの子は一人になってしまう。それだけはどうしても避けたかったの。もし、バレたらどうするんですか？殺されるでしょうね。お偉いさん方の命令は絶対だもの。怖くないんですか？あの子と一緒にいられなくなることの方が、ずっと怖いわ。あの子、あなたの子供ですか？質問ばかりね。まあいいわ。ええ、可愛いでしょ？自慢の娘よ。父親の方は？亡くなったわ。ミア。あの子は生まれてすぐにね。すいません、嫌なことを聞いて。嫌だと思ったら話したりなんてしないわ。もう済んだことだもの。今更悲しんだりしないわ。それよりもあなた、一体何があったの？随分とひどい怪我を負っていたようだけど。うん。話したくないなら、話さなくていいわ。ゆっくり休みなさい。ここからずっと南にある町。うん。そこに、俺はいました。でも、戦争が始まって、気がついたら俺は一人でした。俺の両親は、どちらもすごい魔術師だったから。俺にもその血が流れてます。だから魔力はあるんです。だけどまだ全然使えなくて、どうすることもできなくて、誰もいなくて、俺は、たらたら逃げて、それでこの村に、この村を目指してたわけじゃないんです。偶然、ここに、そう。あの子、今年4歳なの。4歳でも十分喋れてたけどね。え？名前はミア。あなたの年齢とお名前は？は、8歳か。やっぱりしっかりしてるわね。いえ。あの子、遊ぶのが大好きでね。最近は動物とも遊んでるみたいなんだけど。ん？よかったら遊んであげてくれない？え？それに、あなたみたいなことを一緒に言えば、あの子も少しはしっかりしてくるんじゃないかしら。体の知れない、俺が？どうでもいいじゃない、敬意なんて。子供は黙って、大人に甘えていればいいのよ。ミア遅いわね。きっとバレン君とおしゃべりしてんだわ、まったくもう。少し様子を見てくるから、ゆっくり休んでなさいね。うん。ああ、戻ってきた。ただいま。って、あれ？お母さんどこ行くの？ミア。お母さんと一緒にお散歩に行きましょう。いいお天気だし。え、でも薬草は？落とさないように持ってて。ほら、行くわよ。うん。一人残されたね。
う。同情とか、哀れな目とか、そんなもの腐るほど見てきた。でも、その二人は違った。あんなに泣くのは、きっと最初で最後だろう。これが運命か。出会う運命だったんか。そなたの運命の記憶確かに映したり。